はい、どうも皆さん、こんにちは。マッタビです。今日はですね、まあ今来てるこのエメラルドチャレンジみたいな、なんだっけ、エメラルドラッシュ、まあそれの動画をあげようかなと思いまして、あげました。で、今いるクランさんがですね、皆さんご存知、このノバジャパンさんです。クランタから僕毎回10目指し、寄付も活発でチャットな感じじゃら、まあそんな感じのクランなんですけども、まあそれはいいとして、まあ別にそのクラン立ててリプレイ保存するための1000ゴールドがもったいなかったとかそういうわけではないんですよ。全然そういうわけじゃないんですけど、まあ、そんな感じで。で、いちいちね、1、2、3ってやってたんですけど、ちょっとめんどくさいんで、結局まあ別にいいやと思って、こっからか。まあここの まあ、一番下にあるリプから9勝分見ていこうかなと思います。まあ、何より、その、いろんなデッキが当たったんで、今回珍しく2倍速でいいかな。ホグだったり、三銃士だったり、まあいろんなデッキと当たったので、まあそこら辺の、まあ参考にもなるかなと、このデッキを使う上で参考になればなと思いまして、あげます。で、まあ大砲とかホワイボーを使ってくるか。まあ、結構やっぱバレルって単体で来ると痛いのかな。相手ここで何やってんだろうなみたいな、ぼーっと見てたせいで、まあ一発で終わるっていう。はい、まあこんな感じで、やっぱこのね、勝った時のね、このエメラルドが飛ぶ感じがね、このラッシュチャレンジにおいてすごく気持ちいいですね。正直今の試合はなんか参考というよりはもう相手が油断してた感じですね。はい、次行きましょう。まあこちらも2倍速でやっていきます。いや、もしくは4倍でやった方がいいのかな。まあいいや。このテスラを持ってる敵意外と強いんだ。で、ここでかぶせていきます。で、相手これね、最近多いのが呪文ゼロって人がいるんですよ。まあ、今回はロケットとかザップ入ってるんですけど、その重めのカード、範囲攻撃のウィザードだったりパルチェだったり、まあ、そういうのを入れて呪文入れないみたいな人がいるので、たまにそこが読み切れないと結構大変ですね。まあ、あとは相手のデッキロケットとかあまり出してこないので、なんか隠してんなと思ったんですけど、まあそんなこんなで逆サイ、はい、でバレル2連を出すと。で、相手ありがとうと言ってるんで、俺もありがとうと返しましょう。まあ今回デッキがこれですね。まあ、ウィザードが対処すれば簡単に勝てるようなデッキでした。で、さっきも5ボぐらいですね。で、今回も次はなんか、まあ、枯渇なのかな、これは。どういうデッキなのか分かんないけど、まあ、見ていきましょう。今回の相手は何だろう、ババなのかな。ちまちま削っていく系のデッキだと思うんですよ。サンクラを取るって感じのデッキではなかったですね。で、逆サイやって、で、いけるかなと思ったんですけど、まあ一応様子見て、アイスウィザードが切れるタイミングで出していくと。で、そっちじゃないよみたいな。ああ、気持ちいい。やばいね。まあ、あと、たったの9勝で終わるってのがすごく楽。嫌な目入ったのにな。で、次、スパーキー。珍しいですね。ジャイスパ。昔自分が使った時にちょっと似てるかな。この10秒デッキを開発する前のデッキにちょっと似てるかなと思います。まあ、エリババもなかったか、ファルチもなかったな。そう考えると全然似てねえか。プリンセスも入ってなかったし、トルネも入ってなかったな。なんも似てねえじゃねえか。ジャイアントとスパーキーしか合ってない。こんな感じで、で、どうするか迷ったんですよ、ここで。まあ、でもここでいいかなと思って、で、相手なぜか泣いてくれたんで、泣くのお前だよみたいな感じで泣き返していきましょう。で、ここはロケットでしょ。スパーキー美味しいですね。6コス出したのに何もできない。で、ファルチできた。ここでミラーのロケットがあればよかったんですけど、さっき使っちゃったんで、まあ、防衛軽くしつつ、ファルチのタゲを取ります。で、スケアミで細かい処理していって、ここがギャングを出していけば、まあエリババは止められるので、だいぶ、まあ、いわゆるオチンパンケースの相手、出せば勝つみたいな。まあ、勝てなかったんですけど、今回は。あー、気持ちいいですね。このエメが3もうまとめて出るっていうのはすごいありがたい。
で1敗してまた次勝ちリップですね。で次は三重士とホグ、三重士ホグなのかな。まあ三重士結構強いですよね、使ってる人は。やっぱこの人も確かトロ最多が5700800ぐらいの人だったと思うんですよ。まあ相手ここまでは余裕こいてますね。まあそれはキング起動されたら余裕じゃんみたいな思いますわ。でここは右側混ぜつつの後ろ放置なんですけど、なかなかやっぱ削られますね三重士。ハイスピがすごく優秀です。でここでファイブを出さなかったのが相手の運の突き。なぜバーゴでいけると思ったのか。まあここはしっかり守っていきます。でそろそろ相手三重士出すかなとは思ったんですけど、まあナイトを処理しつつ三重士でできるけど放置。ロケットのダメージをしっかり当てていかないと、相手が呪文を貯めてたので、できればロケットをダメージソースとしていきましょう。でここで相手ヤナメミスったんで勝ちました。まあ、多分ミスってなくてもロケット2発で勝てたかなとは思いますが、まあ曲がらないですね。でこんな感じで、確かこの人強かった、見てみますか。まあ、そうですね、まあ、最多5800の人ですね。ああまあそんな感じです。次も勝ちか。あデッキ見てね、まあマスケが入っててホグと、まあ結構テンプレ感のある、まあ俺からするとアリーナのアリーナタワー狙ってる時点で全部テンプレ戦術なんですけど、まあこうやってホグ出していく。でもうアイゴレ強すぎんだよな、アイゴレが本当に強い。で呪文がめちゃくちゃ溜まってんだよな。でここは一応アリーナに当てていく。でここで防衛していく。で5を使われる。であとは丸太残ってるなと思いながら、ただ相手のタワーが12なので、バレルをそのバレルバレルクローンじゃなくてもいけるんですよ。まあでもここはバレルバレルクローンの形でできたので投げていきます。で5を打たないので、はい、いい感じに削れました。でアイゴレとか出してくるけど、もはやアリーナタワー狙ってる時点で勝機はない感じです、相手に。でここは防衛していきます。でティガーロケットで安定のダメージソースと、でもう一発にロケット打ってグッドゲーム。はい、挨拶は欠かしませんね。いや、あの煽りじゃないっす、挨拶ですから。挨拶は OK なんですよ。で次これか。でダクネですね。次はジャイダクネの、まあベビードラとかマルタとか後ろから転がして小物処理系なんだろうなとは思いますが、さあダクネが出てくるとどうしても警戒しますね。花王がある程度来てるとはいえ結構強いので、カード的には。でここでマルタは出たんですが、相手サンスペか、サンスペでよう勝てたな。まあ相手の判断が鈍ったおかげで半分ぐらい削れたので、あとはロケットディガーでなんとか削れますね。でここでディガー出すタイミングでちょうど被っちゃって、ディガーもったいなかったんですけど、で早めに出します。遅めに出すとちょっとあのベビドラが来てしまうので、もう早め早めに出します、ベビドラ出す前に。で相手3スペなんで本当に辛かったですね。まあいつもなら辛いのに相手が弱かったってだけなんですけど、でここでザップ使っても消えないと。で、防衛しっかりしていきましょう。言うたあとロケット2発ちょいなので、なんとかなります。ここでバレルが刺さる、ロケット2発。はい。あー、そっちに突んだ。へえ。で、ミラーのロケットを残したら多分パワーが強いからなんですよ。ここでダクネを処理することによって、相手の攻撃を弱めます。で、ロケットで終わりと。あれですね、基本的にバレル単体で飛ばして、相手の呪文をそこに使わせて、エリクサーを枯渇させたり、まあ相手の攻撃を不利にさせてるのはありますね。
で次の試合負け負けの勝ち負け勝ちかな。おお、そういう感じですね。次ロイジャイですね。ロイジャイサンスペ、ロイジャイサンスペよう勝てたな。なんかたまたま勝ててるんや。しかもこれあれだ、ノバの本部なのかな。まあでもノバ系列のちゃんとしたとこですね。ってことはこの人も結構強いのかな。でまあ今丸太使ったんでポンと出しておきます。で相手これはザップなんですが、まあ半分削れたらかなりでかいですね。もう半分削れると俺としてはもう本当に、あ、余裕だなみたいな感じになってしまいます。まあその余裕だなっていう油断で負けたりするんですけど。でまあロイジャイの一番怖いところは処理しないと本当に削られるんで、自分のデッキは本当に相性悪いです。でロイジャイのためにHP 半分持っていけるんでためらわず打っていきます。で、ここに出すと思ったので処理していきます。ただね、ここでねロケットボーイしちゃうとね手札が腐るんだよな、こっちの。でファイスピで処理していくという感じですね。で相手が2枚さばいたので出していきます。でファイボーでロケット2発を打ち込みつつの防衛しつつのロケット回しですね。うー、相手の攻撃がつらい。で相手が丸太回してザップ回して、でも届かない。いやー、ノバのしっかりしたノバにいるのに恥ずかしいですねこれは。おー、つえ。ここはグロラン上位の来るんだと思いますよ。で負けの勝ち、最後勝ちで迫撃ですね。もう見事になんかこれまでのデッキがバラバラ。迫撃のタイミングちょうど被りました。これはラッキーでした。まあでもそれでも半分しか削れないんでコウモリ強すぎだとは思います。でここで行くにはちょっとリスキーだったので、まあ呪文を使わせましたね。でここで相手は鳥の使わなかったのは謎です。でここで処理していきますと。まあここで出してどうせコウモリ使われるだろうなと思って、でこれが刺さったので割と半分削れればこちらとしてはもう、あ、いけるわみたいな。でこの後ずっと煽られますね。でここで間に合うかなと思ったらロケットが間に合わず、ただ俺としてはこっち側のタワーは捨ててるようなもんなので、正直あんまりコストかけずに守っていきます。で反対側はしっかりと守っていきます。で相手は警戒してもう丸太が出せてない状態です。でここで丸太使わせてこれご利用していきます。ただあんまり削れない。まあでも今がないと負けてたかもしれないですね。でずーっと相手煽ってますね、ここまでずーっと。でももうここら辺からは何も喋れなくなると。あー、かわいそう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 。はい、そんな感じです。でまあちょっとつまんなかったかもしれないですけど、いろんなデッキと当たったんで、本当になんか珍しいんですよ、こんなにバラバラのデッキと当たるってことが。なのでちょっと動画にしてみました。今日はこのノバジャパンさん、皆さんいいクランなのでぜひ遊びに来てください。はい、いい、はい、じゃあまたね、バイバイ。